こんにちは。シージオブケンタウリ。今日はアップデートで追加されたミッション3のソードという面をプレイします。この、ソードとデュールとアッセントっていう3つの面が間に挿入される形で追加になったんですよね。だからミッションの数字がちょっとおかしくなっちゃったんですけど、このソードをプレイしますね。今回のオブジェクティブが、敵を全滅させろというものと、500体をミルトンで倒せと。あと最後が勝利した時、500メタルを貯蔵しておけというものですね。だからスカベンジャーモジュールを使って、うまく貯めろみたいなことをおじさんが言ってきます。で、今回敵はこっち側と、こっち側から来て、ここで合流して、あとは、ぐるーっと回って、ここに来るんですよね。だからこの辺でまず叩こうと思うんですよ。スカベンジタワーを言われる通り置いて。で、最初に来るのはリーパーですね。今回ね、ミッション3っていうことになってるんで、まだ空中の敵は出てこないんですよね。今回メタルのリファイン、メタル採掘工場がないからね、スカベンジャーモジュールを使えってことなんだね。あ、で、ここにドローンを置くんだけど、このね、ドローンも微妙にアップデートで弱体化されました。弱体化っていうか、アップグレードに必要なお金がちょっと増えたんですよね。これでこの、スカベンジモジュールの中でなるべく敵を倒してメタルを稼ぎたいんだけどな。上からマゾヒストが来て、こっちからデストラクターも来てるんだよな。今までね、確かこれドローンベン150でアップグレードできたと思うんですけど、225必要になったんですよね。2段階目にアップ、今2段階目にアップグレードしました。あ、ミルトンが死んでしまう。さすがにこの数で予定たかってやられたら死んでしまいますね。で、このデストラクターむちゃくちゃ重なってると思うんだよな。あとはもうこっちで戦うしかないんだけど、ここにミノスキャノンを置こうと思うんだよね。で、あとはこのミルトンね。ミルトンの前に、レインフォースでちょっと、時間を稼ぐか。ちょっとミルトンが、あと30秒かかるけど、間に合いそうにないからな。このデストラクターをやっつけてもらわないといけないから、あと何秒、ミルトンをここに置いて、ドローンベイをここに置いて、ミルトンがまだ大丈夫だね。デストラクターがいっぱい来てると思うんだけどな。
大丈夫だね、まだ見るとね。いや、今回メタルが少ないからきついですよ。これデストラクターいっぱい重なってるんじゃないかな。ひょっとして。で、あとはここのドローンベイを。225を使ってアップグレードしました。次のアップグレードは300必要です。いや、このアップグレードのメタルが絶対増えてますよね。あ、来たな。デストラクターをやっつけるんだ。これね、何体か重なってるような気がするんだよな、ここ。あ、全部死んだか。よっしゃ。このデストラクターもこのミノスでやっつけてもらわないといけません。よしよし、いいぞいいぞ。いや、もうここはオーバーチャージよ。デストラクターを、もうデストラクターは来ないだろう。あ、まだまだいっぱい来てる。いっぱい来とるデストラクター。あれ、このリーパー、リーパーやっつけてくれんのか。ドローンが、この辺守ってほしくてドローン立ててるんだけど、ドローンって勝手に追いかけてっちゃうんですよね。だから、ここを守ってほしいと思ってても、こう、勝手に追いかけてって、全然手薄になってるってことがしょっちゅうあります。あれ、なんで止まってるんだ？この、せっかくオーバーチャージしたのに。もったいないよ。あ、ここをアップグレードしよう。ここのドローンベイを300使って、3段階までアップグレードしました。ん？この人たちが何やってるんですかね。なんか攻撃目標見失ったか。あ、なんか詰まったのかな。3段階まで行けばドローンベイでも、ドローンでもデストラクターやっつけられるからな。あと、ミルトンでね、ミルトンで500倒さなきゃいけないんだが。そしたらこの辺で倒した方がいいのかな。いや、ちょっと待てよ。うわ、デストラクターが来てるじゃないか。うわ、いっぱい来てる。ミルトンで500倒さなきゃいけないんだけど。あ、まずいこれは。あ、まだいっぱい来てるか。オーバーチャージ使っちゃったから。で、放射能のあれもないから、放射能が足りなくなってしまった。で、ここでもうリーパーはやっつけきってるから。この辺でちょっとミルトンを使って、あと200体やっつけてあげたいんだな。放射能が足りない。よし、来たか。よし、ここに。よし、これで。あと、わぁ、ミルトンどんどんやられてる。500体。あ、やっつけられたか、500体。よっしゃ。オブジェクティブを一つ達成しました。あとは、メタル500達成、貯蔵できるかどうかですよ。400。これを全部倒せば、多分、500はいくでしょう。メタルね。こんなにね、この、こんなに、あ、ミルトンが消えてしまった。大丈夫かな、これ。
いや、まあこのドローン、ここのドローンレベル3だから、まあ大丈夫だと思うんだけど。もう来ないよね。ラッシュウェーブは今回使えなかったですね。ちょっともうギリギリでした。勝ちました。トータルストコア6545って私のハイスコアだと思うんですけどね。あ、もうちょっと上に6676でした。それでは終わりますね。続けてあと、まあ、2つ追加された面もやりたいと思います。